フランソワグリマルディは、ゲルフのゼノバ人。現在のモナコ国家、グリマルディ家の子祖として知られる。ゼノバ共和国の都市貴族、グリマルディア出身。1297年1月8日、フランソワグリマルディは、フランシスコ会の修道士姿に変装し、ギベリンに占領されていた要塞に侵入、モナコの岩を占領した。これが、現在のモナコ国の始まりであるが、フランソワ自身は、 モナコの統治を行ったわけではなかった。彼はわずか4年後にジェノバ軍によってモナコを追われており、この岩をめぐるジェノバとの争いは一族のものが継承した。グリマルディ家の支配体制が固まるのは1419年のことである。なお、フランソワの名はフランス語読みであり、ジェノバ出身の彼がフランチェスコと呼ばれたのはまず確実である。 1295年にアウレリア・デル・カレットと結婚したが、子供には恵まれなかった。フランソワの死後の1309年、重帝であり妻の連れ子でもあるカーニコー、レーニエ一世が後を継いだ。レーニエ一世の子孫が、現在のアルベール二世にまで続く、現在のモナコ公家である。要するに、フランソワは、現在の公家の直系の先祖でもなければ、 モナコの支配を確立したわけでもないのであるが、支配を試みた最初のグリマルディ家の者として、現在のような名声を得るに至ったのである。ありがとうございます。